はい、こんにちは、ハッキーです。今回はね、バイスシティやっていくんですけど、何をやっていくかと言いますと、サンシャインオートのね、物件ミッション、もう一つのやついきます。っていうのも、このストリートレースですね。バイスストリートレーサーって書いてあるやつね。いきましょうか。アーンキャッシュノットカッツ。よし、意味わからんけど、いきましょう。まずはこれですね。ターミナルベロシティ、いきましょうか。はい、行きましょうぜ。で、せっかくなんで、この車は、この車集めでね、報酬としてもらった車を使っていきたいと思います。これは早いな、絶対。これはこっちか。よし。ってことで、今回ね、やっていくわけなんですけど、ちょっとこれ、聞きにくいな。ブレーキが、いや、効きすぎるんか、逆に。まあね、全部クリアしていくと、レースをね。いうことで、まあ、大方、1時間はかからんぐらいかなとは思うんですけど、長編動画になると思うんで、まあ、僕の長編動画といえばね、まあ、ゆったりと、まあ、ミッションクリアしながらも雑談をしていくという感じになりますね。お、もうみんな律儀にずっと待ってくれてるやん。ほい。3、2、1。ゴー、オッケー、スタートしましたね。おいおい、オッケー。バイズシティはやっぱ見やすいな。チェックポイントがね、次のチェックポイントちゃんと表示されるんで、スリーとは全然違うな。やばいな、相手も結構速い。結構ね、長いコースとかになってくると、多分差がね、結構開くと思うんですよね。圧勝しちゃうと思うんで、ミスしない限りね。なんで、雑談とかもね、入れていきたいんですけど、こういう短いコースでやる時間があるかなという感じでは、ちょっと思うんですけど、もう余裕やな。余裕や。これは？ラップ数は1だけ？おい。あ、楽勝やな。で、これで、コート。オッケー、You win! 400ドル。よし。こんな感じでやっていきますよということですね。じゃあ、2つ目いきましょうか。引き続きね。よし、じゃあ2つ目いきましょうか。2つ目は、これが終わったから、これかな。オーシャンドライブ。はい。いきましょうか。オーシャンドライブ。で、オーシャンドライブは、今回はじゃあ、これいきましょうか。デラックス。はい。多分、丁寧に運転してれば、何に乗ってても勝てると思うんですよね。タクシーでも勝てると思うんで、そこをね、きっちり気をつけていきながら、しっかり1位取っていきたいと思います。よし。まあね、まあ、すっとね、雑談に行きたいと思うんですけど、皆さん、結構車とか運転するとき、スピードとかね、出したりしますかね？僕は結構スピードね、出さないんですよね。もう全く出さない。というか、むしろもう、なんていうんですか、もう、気をつけすぎなぐらい。って感じですね。もう、徐行とかの、なんていうか、たまになんか狭い道路だと、徐行しないといけないじゃないですか。なんか30キロぐらいでね。僕はもう結構もう30キロきっちり守っていくっていうタイプ。お、早速来ましたよ。はい。バンシーとチーターとインフェルナスか。おい、いい車乗ってんね、みんな。おい、早速事故ったよ、2台。あ、お前、せこいぞ。おお、あいつ結構速いな。で、ほい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 。オッケー、こいつ邪魔したろ。おい。オッケーオッケーオッケー。そうなんですよね。僕は結構慎重派で、だいぶね、速度を落としながら行くタイプなんですけど、恥ずかしい話、免許をね、取ったばかりの時はね、まあ、だいぶ前の話なんですけど、めちゃくちゃスピード強で、取って1ヶ月、1ヶ月もそんな長くは続かんか。ですぐ友達はね、もう免許をね、もう取ってたんで、すでに。
でそっからちょっと一緒にあの2台ねレンタカー借りてちょ運転しようぜみたいな感じでこうやってて、でまあおもう1位取った、はい、OK、じゃあこっちか、 OK、 サンシャイン用途にナビ設定して、もう雑談が結構長引きそうなんでこのままカットせずに行きましょう。でまあ友達がそのまあなんか手配してくれてね、レンタカーを2台ね。あ、道などいらない、何これ、デラックスで最高スピードに達する、へえ、そんなんあるんや。そうでまあレンタカー2台借りましての、まあその時ねちゃんと免許も取れたんで免許をこう見せてね、しっかり友達と僕で別々で1台ずつ運転してこう行くんですけど、まあ僕もその時あの結構ね怖いもの知らずというかね、やっぱなんかそういう時ありますよね、なんか最初は怖いもの知らずっていうね、だけど結構やっていってたらこうだんだん自分がやってたことがどんだけ怖いことか気づいてね、その小心者になるっていう、よくある。次はボーダーラン、これか、はい、車に乗ってスタートラインに並べと、よしよしよし、じゃあ次どれで行こうか、次じゃ あ, あの2階のやつ行こうか、2階の2階何やったっけ、デラックスをやってセイバーターボ、え警察死んでる、セイバーターボして、でこれかホットリングレーサーやったっけ、これレース車ですね、これは勝てるやろ絶対、これ絶対勝つわ、お近い、よしでですね、その頃の僕は結構怖いもの知らずで無鉄砲でねこうめちゃめちゃガンガンに飛ばしまして、3、2、1、5、まあ今となってはねもうありえないんですけど、おどこ行くねんこいつら、よしいいねいいね。でその山道があるんですけど、山をね友達と2人で車で登るってなった時に山道で120キロとか出してまして、もう今ならもう怖すぎて絶対できないんですけど、もうずいぶん前の話なんでねこれ、そうそうもう余裕でアウトなんですけど、恥ずかしい話ね。でまあめちゃめちゃ飛ばしてて、まあ何事もなかったんですけど、事故とかなかったんですけど、今はねもう本当にそんなことあったのが嘘かのようにね、もうすごい慎重派で何事も運転の時はねもう左右確認とか絶対するし、もうそんなにせんでええやろぐらいの確認をしますね。 GTA でもね結構運転荒いんですけど、これはもう現実世界では全然全くそういうことなくて、逆にもういつ事故が起こるかわからんっていうね、もう曲がり角曲がったらもしかしたらその先は事故かもみたいなぐらい疑心暗鬼というか、よしもう言うてる間に1位取れましたね。そうなんですよね、一発目の頃はねそういうやばいやつだったんですけど、もうなんていうか丸くなったっていうかな、すぐ丸くなりましたねやっぱりね。よしじゃあこれかキャピタルクルーズ、ちょっとやっぱ長くなりますねコースが、うん長くなりますね。じゃあちょっとどうしよう、あれ行く、サンドキング行く、サンドキング行っちゃいます、サンドキング絶対やりにくいと思うけどな、どうやろういけるかなほんまに。まあこれ無理やったらもう普通にホットリングレーサーかなんかで行こうと思います。よしちょっとねあの物件の中重たくなるんですよね、そうなんですよね。でやっぱね
若い時というか、そう若い時って何でもそういう無鉄砲でね、なんか怖いものなしでグワーってやりますけどね。でも時が経てばね、その自分がやってたことってほんまに、いやめっちゃ怖かったやんみたいな、今やったら絶対できひんわみたいなことってありますよね。うん、別にあれなんですけど、僕はなんていうんですか、学生の頃というかねは悪いことというかね、そういうことは全くしてこなかったタイプなんで、別に縁がなかったんですけどね、そういうのは。よし、できますか、サンドキングで、ほい2、1、勝てるかなこれ、ほい、うわー、みんな早っ、いや強い強い強い、うわやばい、チェックポイント、これはやばいぞ、いけるかなこれ、めっちゃ邪魔されたな。そう、学生の頃ね、全然その悪いことみたいな全くなかったんで、いや1位のやつ強いな。ただ父親が結構そのスピード強でめちゃめちゃかっ飛ばすっていうね、うん、だいぶ僕とその年離れてるのは当たり前なんですけどね、それぐらいなってもまだ全然ねかっ飛ばし続けるっていうね、いう人なんで、そう僕はね 今やったら全然理解ができないというか、怖くないのっていうね。皆さんはどうですかね、なんか飛ばす系なのかそれとも慎重派なのかっていうね。うん、僕はやっぱ両方やってみたことがあるんで、その気持ちはね分かるというか、その飛ばす方も慎重になる方も。あ、見えた、やっぱ飛ばすやつって、やべ、飛ばすタイプっていうのは結構あれですよね、なんか何かに急いでるというかねっていうのもありますし、あー負けた、クソ、じゃあ本気出してあれでいきますか、ホットリングレーサーでいきますか。そうなんですよね、その飛ばすっていうのは自分のなんか運転に溺れてるっていうのもありますよね、その人にもよると思うんですけどね、運転に溺れてたり、まあ単純にことを急いでたりとかね、まあ単純にせっかちだったりとかねするだけでもこう飛ばしたりもねするんで、まああとは、まあ、慎重なタイプはやっぱりこう何事もね結構保守的というかそういうタイプですよね、やっぱりそこに運転に出てきますよねっていうね。サンドキングやっぱ運転しにくいな、行動はやっぱ運転しにくいな。うん、そうなんですよね、結構だから母親はそのだいぶ保守的な運転の仕方というかね、母親はそういうタイプで、むしろちょっとね保守的すぎるというかそういうとこあるんですけど、まあそれぐらいの方がいいんじゃないかなとは思いますけどね。そうそう、ホットリングレーサーで行くぜ、うい、僕最近あれですね、なんか煽り運転とかも結構聞きますからね、事件とか。これか、よし、リベンジや。さっきのあれですよね、一番最初にあんだけ邪魔されんかったらワンチャン1位取ってたかもしれないですね、サンドキングで。
煽り運転は危ないですよね。煽り運転はあれはねちょっと危険すぎる。車スレスレで走らせたりね。怖くないんかなあんな。逆にね、まあ、怖さがないんでしょうね。そこら辺のあれが多分ないからできるんだと思うんですけど。まあでもね、なんかその煽り運転する人っていうのもなんかいろんな人がいますからね。そうなんですよね。こんな人がすんのっていうね感じの人もしたりしてますからね。よし、次を勝つ。うら、おお、汚いなあいつ。そっちがその気やったら絶対邪魔するからな。絶対に許さねえ。うら、あいつ絶対邪魔するからな。まあでも冷静にね。あ、運転あれ、あいつも、うらうら、何クソ、やばいぞ、クソ、やばいぞやばいぞ、追いつけるかこれは。今のでだいぶ差開いてもうだな。うわきついなこれは。歩行者が邪魔やけど、まあでも車が全然おらんから助かる。オッケー、見えてきた、見えたぞ。やっぱこれ速いな、ホットリングレーサー。めっちゃくちゃ速い。うわっ、オッケー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 、よかった、これで1位だぜ。全然来てへん、これ邪魔したもん勝ちやなほんまに。間違いなくそうですね。 OK、 来てへん、全然来てへん。よし、勝ち確やな。皆さんも煽り運転ね気をつけてくださいね。あの煽り運転に被害に遭われたらね。よし、これで1位やな。僕もね何回もねその煽り運転ねされるんですけど、やっぱり都心部が結構多い気がする。あ、でも田舎でも全然やるか。全然やりますね。うん、全然やるか。やる人はやる。対処法がねいまいちわからないんですけど、僕はあのその極力そうすげえ今、僕は極力気にしないように運転してますけど、それがやっぱ変わってあげる、車線を変更するっていう。いやでもたまになんか車線変更してもなんかね、ニュースとかで聞きますけどね、車線変更してもずっと追いかけてくるっていう。 何がしたいんやろな、何が嫌いなんやろっていうね。何が気に食わんかったんやろ。よし、次のレース行こう。はい、何がね気に食わんかったんやろうなって。これあれや、塗装屋でやってもよかったな、ここね前あるんで。よし、皆さんは何かありますかね、煽り運転の被害というか、こんなことされましたっていう。僕は結構まあ普通かな、だいぶ普通やな。ただ後ろにつけられるっていうね。まあ、でも僕が結構慎重やから遅いっていうのも一部あると思うんですよね、まあ、仕方ないというか。ただまあ、あの高速とかは80キロとかやったらね、もう80ジャストで行くっていう感じなんで、まあ、そこまで遅すぎないかなとは思うんですけど、人によったらやっぱいや遅い遅いって感じなんですかね。よし、ついこっちか。ほい、2、1、邪魔したろ。うらうら、あ、え、何今の、え、何今の、あ、バイク、
おい邪魔や、クソやばいぞ、おお、これは集中してまう、おお、やばいやばい、うわ、下位の俺らがこんなことしてる間に1位のやつが独走してるぞ、たまらんわこれは、勝てるかこれ、お、でも車全然通ってないからありがたいな、ほんまに全く通らんやん、いやあいつ速すぎやろ、どこまで行ってん、え、独走しすぎやっちゅうねん、うわ全然追いつかんやん、まあこれ結構運要素ありますよね、運要素、うーん、きついなこれは、やり直す羽目になるか、結構あいつら邪魔してくるからな、コンピューターの車もね、全然見えへん、やばいぞこれ、どんだけ速いねあいつ、もうそろそろゴールな気するぞこれ、え、ちょっと待って1位やん今、え全然見てなかったからわからなかったけど1位やん今、なんやん、え、最下位のやつどこ、ほんならみんなあれかスクランブルであれか後ろの方おるんか、なんや全然見えへんと思ったら自分1位やった、あ、よかったよかった、あ、よかった、よしよしよし、いいね、 OK、 順位がね結構あの暗くて見えにくいんですよね、字が、あ、よかった、で、そうそうそう、おお、あ、危ない、ストリートレースマジで過激やからな、めちゃめちゃ事故る、なんですぐね爆発しますねやっぱり、でこれさっきの話なんですけど、あるあるやと思うんですけどね、結構トラックの人にね、トラックのうんちゃんに煽られるともう何倍怖いことかっていう、めっちゃ怖い、トラックに煽られるのね、だってまあ仮にまあ別にトラック煽られようがそのまあ譲るじゃないですか、普通に譲る時にのなんかミスったらやばいっていうねっていうのを考えてしまいますね、よし次行こう、え、もう一個で終わりやん、なんや早マジか、もう終わりやな、じゃあやっぱ最強のこれでいこうか、ホットリングレーサーで、オッケー、サンドキング君君はダメだ、おい、え、ここやん、やったね、いやいやいや、スタート地点タクシーおるお前も参加するんか、おい、じゃちょっと待てよ、こういくか、おい、すぐ3、2、1、ゴー、一瞬やな、おい、邪魔邪魔邪魔、よし、やばった、あのタクシーちゃうわ、トラックに煽られるの一番怖いですよね、うん、煽られるだけじゃなくて普通に隣走るのも怖い、なんか潰される感じしません、なんかもしサイドミラーでこっちのこと見てなかったらみたいな思うとね、もうほんまに怖い、多分ね分かる方多いと思うんですよね、でもしかしたらその視聴者の方にトラックの運転手さんがいるかもしれないですね、うん、まあね、でもねトラックの運転手さんもねすごいお疲れ様です、本当に大変だと思うんですけどね、あ、僕は結構その日々ね動画更新してますけど、そういうまあ疲れた方のね少しでも
あの疲れが取れるようなエンターテインメントをね送れればいいなということでやってるんでね、うん、まあそれがね一番の活力なんでね、まあ Wi-Fi が途切れようが家が、ね、まあねいろいろあろうが関係ない。やばい、危ない危ない。まあこんなことで追いつかれはせんわな。あいつら結構運転荒いんでね、うん、僕も人のこと言えないんですけどね GTA では。よし、はい、ごめん警察。そう、さっきのトラックもね、煽られたらね怖いっていうのね。そうなんですよね、やっぱりはい譲りますよっていうそのウインカーを出しても、なんていうか、もしタイミングが合わんかったらそのせいでこうぐちゃっていうね、もしならないんですけど多分 なったらどうしようっていうね、まあ、なきにしもあらずなんで、やっぱりやっぱそういうとこを考えすぎてしまうあたりが僕のあれなんですかね、その慎重すぎる運転につながってるんですかね、やっぱりそれはありそう、うん、でそう、そういえばこの前の あのバイスシティの雑談の時にクリスマスのねあれがオチがないやんけということなんですけど、何話したっけ。そうそう、クリスマスね僕好きですよっていう、ただそれだけなんですけど、その英会話スクールに、ね、子供の頃通ってて、でそこでそのいろんなクリスマスのイベントに、ね、触れることでそのクリスマスを好きになりましたよという話でだったんですけどね、ちょっと終わり方がなんかその時ヘリコプターのチェックポイントレースが1個なかったんでね、予定していたあれと違ったんでね、だいぶ早めに終わっちゃったんですけど、そうそう、そのせいでね結構あれですけどね、オチがないような感じになってしまったんですけど、まあ、英会話はねやっぱその勉強になったかといえば多分ほぼなってないんですよねほとんどなってないマジで一応ねなんか試験とかあれば、その都度合格はしてたんですけど、もう遊んでばっかりだったんでね、うん、そう、親にはね申し訳ないんですけどちょっと遊んでばっかりだったんで、まあ、結構ねみんなそんなもんですよね子供って。真面目にできる子っていうのは一握りな気がします。お、よっしゃ来たー、4万でかいな、圧勝やん。よしよしよし、じゃあこれで終わりですねレースは。一回ちょっと確認してみましょうか。まあでも今思えばその英会話とかね、まあいろいろ塾とかも行ってましたけど、いい思い出ですよね子供の頃のそういう記憶っていうのはね。お、よっしゃ全部1位ですね。 OK、 じゃあこれで、物件ミッションもオートサンシャインオートの物件ミッション全部クリアということですね。いやーよかった。ってことでもう物件ミッション一つですね、もう残るはストリップクラブだけということなんで、まあ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 一瞬で終わりそうですね。でもうそれ終わったらもうメインミッション、メインストーリー、いやー来てしまったよ、もうとうとうバイスシティも終わりがだんだん近づいてきましたね皆さん。まあ寂しい気持ちはありますけど、やっぱね終わらせた快感というかね、そういうのもあるんで、まあ皆さんとぜひねそういうとこも共有していきたいんでね、よろしくお願いします。応援のほどね、うん、コメントとかくださればその分すごい元気づけられるんでね。はい、それではね今回はこのまあだらりとねしてましたけど、レースクリアしまして、でまあ雑談もねいろいろやりましてということで、
まあ、僕の YouTube 配信は結構こういうことをしていくので、まあよかったらね今後も楽しんでいってください。それではね、今回はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、またねー。